オーディションでやって、オーディションで。はい、上で、上で。俺帰りますよ、じゃあ。そんな俺がこんな俺は、あなたに俺そんなやられるつもりないっすよ。え？上でやって、上で。なんすか？インディアンプロのやつがや。上でやって。なんで上でやってじゃねえんだ、この野郎。てめえもや。いやいや。上でやってちゃんと。こいつがいきなり絡んできたんだよ、俺が今上でやるから。だから。てめえが絡んだからこうなってんだろっつってんだよ。あ？だから今やってるっつってんだよ。なオーディションであったらやれや、でもお前ら。ここでやるから喧嘩つけるから呼んでんだよ。俺は帰るからやんねや。おめえ消しとるから待ってろよ。てめえどこに誰だよ。ちゃんと消しとるからな。てめえちゃんと消しとるからな。1227よよ046 046 Yeah Bam Yo Breaking down Yeah 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 Breaking down 俺は暴れた街中歩けば警棒と呼ばれた隣の朝倉海さんに投げられたあの時は目はちょっとビビってた Hey yo 朝倉みくるさんとウリタさんに絡まれた時はオラついたと思ってたけど動画を見返したら俺の目はそれでもビビっていた Yo まあ関係ないストリートで歩けば俺らのことを文句言う奴は誰一人もいない格闘技はやったことないけど喧嘩の腕っぷしだけは負けないよアクリル板越しのグータッチは面会側に俺は移動した今じゃラッパー警棒2機じゃなく俺はベルだ曲聴いてくださいお願いしますおおやばいすげえありがとうございますいやすごいなやばいマジですごいなさっきまでなんか喋ってた人と人変わったよ急に、ね、変わるねすごいすごいね警棒2機じゃありませんよ皆さん本当にありがとうございますいやかっこいいなやっぱいやとんでもないですいやだから本当にさなんか喧嘩とかやめてほしいけどねなんかこのさこの才能をさなんか無駄にしてほしくないなというもしなんかその変な事件とかさ、はい、なんかそういうなんかまだ捕まっちゃったりとかさしてさ、はい、そのラップを聴けなくなる人は多分すごく多いと思うし、はい、だからあの本当に真面目に生きてほしいっていうわけじゃないけど、はい、それは難しいかもしれないけど、まあでもそうですよ、うん、真面目になるために やっぱラップやってるんで、うん、なんかまあ綺麗事かもしれないですけど、まあ多分悪さやってる人ってまあちょっと言っちゃうと多分やめるために悪さやってるんだと思うんですよ、うん、まあ自分はそうだと思ってるんで、まあそのために。自分は逆にラップを頑張っていきたいなと思ってます、うん、はい、はい、ぜひラップの方を応援してます喧嘩の方はちょっと応援できますなんでね、ぜひ今後も活躍を期待してますし、はい、いや、ありがとうございます皆さんもぜひあのラップの方を聞いていただけると嬉しいですありがとうございます、よろしくお願いしますじゃあ、ベル君今日はいろんな話をいやいや、ありがとうありがとうございますまたね、本当に気が向いたらブレイキングダウンも、はい、ぜひ聞いてください、はい、ありがとうございます違う形でもいいね入場とか、うん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 、誰かのねああ確かに歌いながらジブラさんがこの間、うん、そうです歌いながら来ましたもんねあれ結構かっこよかったですねそんな感じで、はい、何かしらの形で一緒に盛り上げてもらえたら、はいはい、ありがとうございますよろしくお願いしますじゃあ今後ともよろしくお願いします、はい、警棒2機でした最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いしますコメントもいただけると嬉しいです